ほらアスナ、装備は揃えた？銃は剣と違って弾丸なしじゃ役に立たないんだから。分かってるって、ちゃんと整えてるわよ。リズこそ救急治療キットは補充したの？もちろんよ、消耗品の補充なんて基本も基本だもん。替えの弾の位置がいまいちしっくりこないな。ちょっとこっち向いて。はい、これでいいんじゃない？お、いい感じ。ありがとね、アスナ。あら、いらっしゃい。こんにちは。私を誘いに来たのかな。ま、ちょうどいいとこだったかも。お互いに、ね。リズったら。ね、これから狩りに出るところだったの。そろそろチェックも済むところ。よかったらあなたもどう？お、即決。私そういうの好きよ。じゃ、早速出かけましょう。じゃあ、ちょっと高いところから辺りを確認しましょう。変なエネミーがいても困るしね。なら、うん、あの岩場がいいかな。あれはプレイヤーね。みんな実弾銃を持ってる。多分 PVP スコードロンだ。どうしよっか。先に見つけられたからこっちが有利ではあるけど。私はちょっと嫌だな。え？ほら、私たちはエネミー狩りのつもりだったから、準備の段階で不利なわけだし。別に装備に困ってるわけじゃないから、プレイヤーから銃のドロップを狙うこともないしね。でも、お、おやおや、バーサクヒーラーさんは血に飢えておいでで。別にそんなことはないけど。まあそうね、そこまで言うなら回避しましょうか。そうしましょう。あの人たちの進行方向があっちだから、反対側に行けば良さそうね。君もいい？ありがとう。じゃあ早く離れましょう。ねえリズ、もしかして GGO の PVP 苦手？苦手なわけじゃないけど、なんだかうまくいかないんだよね。こう、ビニール袋越しに銃を持ってるみたいな。照準がちょっとだけブレるような、トリガーがほんの少しだけ重いような、そんな感じ。変な話よね、ハンマーで叩くよりトリガーを引く方が簡単そうなものだけど。銃器を使うのが合わないとか？まさかまさか。銃って装置として見るとなかなか複雑で面白いのよ。カスタマイズを考えてて、ふっとタイマーを見たらすごい時間経ってたとかあるし。いけない、大声出したら気づかれちゃう。そうね、回避って決めたからには成功させないとね。ここで待ってて、ちょっと向こうを見てくる。うん、お願いね、アスナ。私さ、プレイヤーを打ちたくないんだよね。自分のことなのに多分なんて言うのは変なんだけど、人に銃を向けた時のあの感じはきっとためらいなんだと思う。でもね、なんでためらうのかは正直よくわからないのよね。だから自分でもどうするのがいいのか決められなくて。みんなには内緒よ、こんな曖昧な話聞かされたって困るだろうしね。アスナ、遅いわね。何かあったのかもしれないし、私たちも見に行こうか。あ、リズ。アスナ、どうしたの？遅かったじゃない。それが、何か気配がある気がして辺りを確認していたの。でも何も見つからなくて、戻ろうかどうか考えていたところなんだけど。アスナに限って気のせいなんてことないと思うわ。私たちも。アスナ！狙撃よ！サンジの方向
少し上、予測線が出るはずだけど警戒して。アスナ、そのうち。うん、さっきの射撃でしばらくは走れないわ。仲間と合流するのを待っていたのね。とにかく救急治療キットを。アスナ、撃つわよ。ええ、ありがとう。でも急所に当たらなくてラッキーだったわね。これならしばらく持ちこたえれば。違うわリズ、ラッキーじゃない。え、急所に当てなかったのはわざと。私を足手まといとして残すため。こういう戦術聞いたことがあるの。生きていれば助けが必要になる。そうなれば残りのメンバーも集まってくる。仲間を救いたいっていう気持ちを利用した獲物を逃さないための罠だから、きっとすぐに襲ってくるわ。そんな。リズ、よく聞いて。すぐに離れれば相手の裏をかけるはずよ。大丈夫、手は動くもの。もっと安全なところから援護してくれれば。許さない。リズ、絶対に許さない。誰かを助けようとする気持ちを利用するなんて。アスナ、ここにいて、私が何とかしてあげるからね。ええ、お願い、二人でアスナを守りましょう。さあ次は誰。リズ、落ち着いて。何言ってるの、落ち着いてるわよ。って、あれ、うん、ごめん、ちょっと頭に血が上ってたわね。ありがとうリズ、助かったわ。ほら、もう足も大丈夫。よかった、よかったよアスナ。あなたもありがとう、切り抜けられてよかったわ。動けるようになったから追撃もできるけど、どうする。もういいや、今なら負ける気はしないけどね。逃げる相手を後ろから撃つなんて嫌だもん。正面から来たらまた相手してあげるわよ。そうね。リズは優しいな。ん、やめてよ二人。やめない、嬉しかったんだよ。二人でアスナを守りましょうって言ってくれて。ああ、アスナ、そのよしよし、いい子いい子。もうどうしてこうなったかな。二人とも笑わない。ほら狩りは終わり、早くグロッケに戻るわよ。